インド南西部の柿モンスーンの開始日と優勢な風の流れモンスーンとは、ある地域で一定の方角への風が特によく吹く傾向があるとき、季節によって風の吹く方角が変化するものを呼ぶ。アラビア語の季節に由来する用語である。これはアラビア界で毎年6月から9月にかけて南西の風が10月から5月にかけて北東の季節風が吹き、 沿岸諸国の海上貿易、交通に大きな影響を与えていたことによる、もともとは毎年同じ時期に行われる行事のことを意味していたが、アラビア海で時期によって向きが変わる風のことを指す語となり、その後季節風を意味する気象用語として広まった。アフリカのサブサハラや南米などでは、雨季の嵐や大雨を、インドや東南アジアでは雨季そのものを意味することしても、 使用されている。インドでは、モンスーンというと小学生でも知っているが、気象台ではこれについて何も知らないと言われている。この言葉は、モンスーンが身近でありながら厳密な定義がなされていない俗語であることを意味する。日本の教科書には、季節風と表記されている。基本的に、モンスーンの原理は、海陸風と同じである。大陸は温まりやすく、冷えやすい一方、 海洋は温まりにくく冷えにくいという特徴がある。そのため夏季には大陸上の空気の方が暖かくなり上昇気流を生じ、それを補うために海洋から大陸へ季節風が吹く。逆に冬季には海洋の方が暖かくなるので大陸から海洋へ季節風が吹く。海陸風は昼と夜で風向が変わるが季節風は夏と冬で風向が変わる。海陸分布に加えて 大気大循環に伴う、井戸体ごとの循環があるため、モンスウーンの発生地域は偏った分布をしている。特に大陸東岸、低緯度の大陸南岸に多く見られ、東アジアからインド洋沿岸部、アフリカ大陸東部、カリブ海、南北アメリカ大陸東岸、オーストラリア東岸などが代表的である。特にアジアのものは非常に規模が大きく、アジアモンスウーンとも呼ばれる。 アフリカ東岸からインド洋を経て東アジアまでの約1万キロメートルにわたって高温多湿な空気の流れが形成される。モンスーンアジアではある時期を境に気候が急激に変化することからモンスーンの発生が正確に把握されている。アジアモンスーンの源流は5月中旬にアフリカ東岸のマダガスカル付近で発現し湿ったインド洋の空気の供給を受けながら 北東に動き、西アジアにも影響を及ぼしながら、インドを含めた南アジアに達する。その後もベンガル湾、インドシナ半島、中国南部を経て、日本を含めた東アジアにも及ぶ、梅雨の原因の一つである。モンスーンが、海側から吹くと湿った空気が、内陸にもたらされ、強い降雨を伴う気となる。逆に、大陸側から吹き込むと乾燥した空気がもたらされる、ため寒気となる。 この働きで、モンスーンは寒気、雨季のある気候を形成するが、全体としては、湿潤な気候をもたらすため影響下の地域では、熱帯モンスーン気候や温帯化雨季候、温暖湿潤気候となり、稲作の公的地となる。東南アジア諸国では、雨季の豊富な雨量と高温が、米の二気作、三気作などを可能にしている。北米では、グレートプレーンズと呼ばれる、平原地帯が、 モンスウーンの影響下にはいるため、国葬地帯となっている。モンスウーン地域では特に夏気に湿った空気の供給を受けるため、亜熱帯地域であっても夏に乾燥せず、豊富な熱帯雨林が形成される。このため逆に夏に乾燥する地中海性気候は大陸東岸にはほとんど見られない。インドをはじめとした南アジアや東南アジアでは、 それまでもっぱら東寄りの風が吹いていたにもかかわらず、ある日から急に西寄りの風が吹き始め、数日間で完全に西寄りの風に変わってしまう。そのため、これらの地域では、モンスウムを風や天候の劇的な変化と強く結びつけて考えることが多い。このような地域は、貿易風の影響が強い低緯度帯に多い。日本のような注意度帯では、 移動性高気圧や低気圧の影響を受けやすいので、主風向が変わりやすく、このような劇的な変化は見られない。モンスーンによる洪水に見舞われた、ムンバイ北半球が秋に入った頃から、ユーラシア大陸中央部に、シベリア高気圧が発達し始める。この高気圧からは乾燥した冷たい北東季節風が吹き出す。インドネパールバングラデシュなどの南アジアでは、11月前後から5月頃まで、 この北東季節風による乾燥した気候が続く。しかし、夏になると、シベリア高気圧が弱まり、西アジアに気圧が低い地域ができ、南インド洋やオーストラリア付近から、この低気圧に向かって、南西季節風が吹き出す。6月になると、インド南西部からこの季節風が強まり始め、次第に北東へ広がっていく。これに伴い、インド南西部から長い雨季が始まる。 雨季は9月まで続き、この地域の年間降水量の4分の3以上がこの時期に降る。そのため、10億人を超える南アジアの人口を支える農業や生活は、雨季の雨に依存しており、この時期の勝負は、食料不足や飢餓などの深刻な問題を引き起こす要因となる。しかし一方で、長雨により、各地で毎年のように洪水が起き、大きな被害を出している。 東南アジア北部のタイ、ベトナム、ラオスなどでは、南アジアより早く3から5月頃から風向が変わり始める。冬季は南シナ海で、東風、インドシナ南部で、南東風、インドシナ北部で、北東風だが、熱帯収束帯の北上とともに、南寄りの風に変わっていき、下記の7から8月頃には、全域で西風になる。この地域では、冬は沿岸部を除いて、 雨が多くない期間であるが、春に入ると湿った空気により内陸部でも雨が増えてくる。多くの地域で5月に雨季が始まる。雨季に小休止のある地域もある。9から10月頃に多くの地域で雨季が終了し、雨の少ない寒気となる。ただ、ベトナムなどのインドシナ東岸では12月頃まで雨季が断続的に続く。東南アジア南部のマレーシア、シンガポール、フィリピン。 インドネシアなどでは5から10月の雨季に南西から吹く。ただし、スマトラ島とジャワ島の南沿岸では、東風となる。11から4月の寒季には、延べた4カ国の地域で北東から吹く。ただし、スマトラ島とジャワ島の南沿岸では、南西風となる。タイのバンコクやフィリピンのマニラは、このような雨季と寒季の交代に沿った、降水量の水位を観測する。しかし、 マレーシアのクアラルンプールは6から7月の雨量が落ち込み、またインドネシアのジャカルタは8月に雨量が底を打つ。この地域は気候の多様性に注意を要する。中国西部、北部とモンゴルを除いた東アジアの広い地域でモンスーンが見られる。また、このモンスーンの範囲は太平洋のミッドウェー島付近まで続いている。冬季の北風、北西風、西風と、 夏季のハエ、南東風、東風に特徴を付けられる。カナンや南シナ海では5月頃に南西風が吹き始めるとともに雨季が始まる。この頃、東南アジアの赤道上の熱帯収束帯は弱まり、カナン付近にもう一つの収束帯が形成される。これに向かって風が吹き込むことで南西風が起こる。カナン付近の収束帯は7から8月までの間に、 どんどん北上していく。これは日本で梅雨前線と呼ばれる前線であり、東にも長く伸びてくるが、西側の中国内陸部では空気が乾燥してしまうため雨は多くない。8月からは大陸の高気圧の勢力が増してきて、晴え南東風、東風が弱まってくる。日本付近では、周雨前線にあたる小さな収束帯の南下が見られるが、 中国方面では収束線は現れにくい。東アジアでは、雨季は2から3ヶ月程度である。冬は乾燥して、雨が少ない。日本、編集日本では夏季には太平洋高気圧から吹き出す南東風が卓越し、冬季にはシベリア高気圧から吹き出す北西風が卓越する。大陸からの季節風は乾燥しているのが普通であるが、日本海を渡る間に、 暖流の津島海流が流れている海面から水蒸気の供給を受けて変質して湿った空気となる点が特異的である。この湿った季節風により日本海側に大雪がもたらされる。インドから黄海沿岸にかけての地域では古代からエルトゥーラー海岸内記の記述にあるように黄海を中心に陸沿いにインド洋交易をしていてモンスーンを利用した 海上貿易が行われていた。古代ローマの時代になると、引っ張るコスの風として、ローマ帝国でも知られるようになり、海のシルクロードの発展にも寄与した。帝和の文献大遠征や、大航海時代以降は、サハライナンのスワヒリ語の地域にも拡大した。アラビア語で、季節を表す、が、ポルトガル語マスオになり、オランダ語モンソンを経由して、1580年代に、英語モンスーンになった。 インドには思考不良、老朽化した建築物が多数存在しており、モンスーンの時期になるとしばしば死者を伴うビルディングの崩壊事故などが発生する。ありがとうございます。